今日はですね、かなり久々、カレーラーメンではなく、カレーとラーメン。これはね、俺が昔ガキンチョの時に、佐川急便で仕事してた時期があったんですね。その時によくフルセットで、社員食堂で食ってた、セットのカレーラーメンです。おばちゃん、今でも働いてんのかな？あれから何年経つっけな。もう働いてないよな、まさか。決して あのカレーがね、ラーメン茶碗にカレー大盛り。なみなみですよ。おかわり、カレーはおかわりできなかったね。白飯はおかわり自由でしたね。で、味噌汁、味噌スープもおかわり自由。もうバンバンと置いてあるんですよ。でかいのは。それもおかわり自由。本当、クソガキの時代でしたね。ガキってガキみたいなことしか考えないですね、常にね。何考えたっけ？給料なんて、給料もらっても給料日前にはもうとっくの前になくなってたもん。使ってた全部。当時で「アレクサストップ」当時いくらもらってたっけ？多分俺の記憶では30弱ぐらいだったような気がする。サワーね。積み込み。社員のやつらが出てくる前に、ね、俺ら積み込むんですよ。一晩中。で、社員がさ、まあ、5時とか6時とか出てくるんじゃん。そしたら、手直ししながらちょこちょこ詰め込んで、そしたら俺は帰るんですよ。夜中の、大変さ。
もちろん社員も大変だと思うけど、バイトも大変やぞ。社員の仕事はどう、ね、配達でどういう感じの仕事は知んないけど。トラックが来るわけよ。東日本とか西日本とか10トンが。そこから下ろして、下ろす担当もいるから、下ろしに回されたりもするわけ。下ろし回ったの、回したら今度罪みたいな。本当人生の中でいろんなバイトしたけど、あの仕事が一番汗かいたね。汗がもうかきすぎて止まるんですね。出ないの、汗が。それが終わったら違うバイトに行くという、とてつもない肉体労働をやってたね、当時は。遊ぶための金が欲しかったって、ただそれだけなんだよ。なんか、くだらね、今考えたらね。当時の俺に環境だ、どうだって言われても、ファックみたいな感じでしたよ。今、そんなこと言われてもね、当時言われても。海外なんて、日本のガキは知んないけど、海外なんて、ガキンチョが動いてんじゃん、環境のこと。立派だと思うよ。おや、大人たちに、拳上げて頑張ってんだからね。ゲームばっかりやってんじゃん。親が教える習い事。ったらな。自分の子供たちの未来だけが。未来がどん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 汚れていってるって、なんとなくどっかで分かってんだけど、そこに目触れないんですね。そんなこと今の世の中で教えたって取り残されるとでも思ってるんでしょう。実際そうかもしれないけど、それがどれだけ恥ずかしいことか。人類は哀れですね。ラーメンばっか食ってんな。
くだらない親がいっぱい。親親だったらね、まず都会に住まない。都会に学べ、都会で学ぶことってクソじゃん。クソガキどもに習い事していて、ゲームを持たせて、もしも世の中が、未来がどういう未来か見えても、そういう同じことを繰り返しますか？クソガキどもに未来を壊すことしか教えてないんです。人類の未来なんかどうでもいい。人類のせいでたくさんの生物、動物たちが犠牲になってる。そこにもっと耳を傾けてほしいものですね。カレーが勝った。なんでこんなくだらない世の中になったんでしょうね。しくて仕方ないんでしょうね。週末になったらどっかに出かけ、クソガキどもに何を教えてるのか、何を教えてるのか知んないけど、ほとんどの親がクソみたいなことしか教えてないでしょ。とにくだらん。大体ね、世の中、とあまり飲むのやめよう。最近ラーメン水分取ってるから、水分取ってるから。親も親で、子供も子供ですね。そしてテレビをつけりゃ、クソみたいなことしか流してないし、洗脳でしょ、テレビなんて。政治の金魚の糞みたいにくっついてるメディア。で、そのクソみたいなことを流すメディアの下にいる青みたいな人間、地球に耳を傾けるってことはできない。クソ野郎ばっかり。
かりやな。ちょっと歩きや。自動販売機が山ほどあって、車を止めて何でも買えて。経済が戻れば、また同じような生活に戻って、環境破壊の繰り返し、むしろ環境破壊を爆発させるんじゃないですか、これから。今まで以上に、たくさんの車を売って、たくさんこのストレスを発散するために旅行に行って、インスタを開きゃ、いろんな料理の写真をアップして、本当にくだらんな、世の中。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。